朝だ。今日は土曜日、あっという間に週末がやってくる。できれば今日は日曜に備えていい場所で泊まりたいな。まあロケーションはいいからね、まあとりあえずは知床5個とカムイワッカか、行きましょう。出発。よし、んで左かな。あれ、合ってる？ああ、ここ細かくなってんだ。合ってるね。こっち側で。で、あとは道なりに行けばもう着きましたね。ここが知床5個だな。なんかいきなりガスってきたけど、山の天気って本気で変わりやすいな。下手すると一気に雨になる可能性もあるから素早く回ってしまおう。ふと見るとハードな走りのせいかバイクに積んだ荷物がちょっと崩れそうになっていた。走行距離も多くなりがちでダートも多い北海道だけに、荷物の積み方には常に気を使わなくてはいけない。こりゃ荷物を下ろして積み直す必要があるな。俺が山と積んだ荷物を下ろしていると、通りすがりの旅行者が驚いた顔で話しかけてくる。いやー、すごい荷物だね。そんなに荷物って必要なのかい？まあ基本は野宿ですからね。家財一式積んでるようなものですよ。あははははは。なるほど。まるで宿会とかカタツムリみたいだね。ははは。そうですね。同じカタツムリでもこっちは時速100キロで移動するカタツムリだけどね。そんなに広くないな。知床5個なのにマスが5個しかない。俺は足早に遊歩道を進んだ。天気が心配なのもあるが、入ってすぐのところで大掛かりな団体客の一行を抜いてきたのだった。さすがにあれと一緒に回るのはごめん被るよな。思ったように写真撮れなくなるからさ。ちなみに入り口で見た看板によると、ここには1個から順に5個までの5つの湖があるのだそうだ。分かりやすい名前って言えばまあ確かにそうなんだけど、また流れ込む川も流れ出る川もないのに水量が通年一定なのがここの特徴なのだと書いてあった。なるほどね。おお、でこいつが1号だな。天気がこんなだから写真にするにはあまりパッとしないけど、見ている分にはすごく雰囲気あるな。高原の気配がするっていうか、幻想的っていうと言い過ぎだけどさ。まずは左側から行こう。前言撤回かな。こいつはやっぱり幻想的って言葉が似合うよ。でも残念だな。こういう色合いや物の輪郭がぼやけた景色だと俺のデジカメじゃいまいちなんだよな。フィルムに映像を焼き付ける一般的なカメラと違い、デジタルカメラではどうしてもこういう景色は再現性が低くなってしまう。専門的な話はさておき、よほど高価な過去100万以上もするようなものでない限り、デジカメはそういうものだ。まあいいさ、景色は写真に撮るよりもまず自分の目で楽しむもんだからな。いつも撮影に夢中になってるけど、たまにはそれを忘れて自分の目に焼き付けるのに専念ってのも悪くないさ。こうして見てると高原の静かな湖の雰囲気がめっちゃあるよな。向こう岸に熊が歩いててもおかしくない感じだ。こういう場所なら淡い感じのバッグに似合う車体がいると風景との一体感のある絵になるかな。彼女の服の色はオーソドックスに白、いやあえて燃えるような赤っていうのもドラマを感じる絵になるんじゃないか。一歩間違うとただの悪趣味になりそうだけど、俺はカメラを構えずに景色を見ながらそこに自分だけのドラマを描いてみる。ここで感じるイメージ、それに似合う構図と被写体、自己満足だけでなく誰かに今の自分の感じたドラマを伝えるには、一瞬俺の目に何かが見えた。この感じ、カメラは俺にとって漠然としたイメージを具現化して残してくれる唯一の道具だと思っていた。今感じているこの瞬間を実在のものとして切り取ってくれる道具なのだと。でも今ほんのちょっぴりだけど違う何かが俺の中に湧き上がり始めているのを感じる。うまく言葉にはできないけれど、それをあえて言うなら、それは込めるというのではないだろうか。今を思い出として切り取って残すのではなく、自分の感じた思いを一つのシーンに込めるのではないか。写真を見て後で思い出を再現するんじゃない。誰かに向かって自分の込めた思いを伝えるためのもの。それが俺の写真なのではないのか。久々にレンズを通さずに見て感じることで不思議なくらい俺は興奮していた。俺はこの場所で何かとても得難い大切なものを教わったような気がして嬉しくなった。最後にもう一度、今度はカメラを向けてファインダー越しに自分のイメージを描いてみる。そこには彼女の笑顔が一瞬だけ映って、そしてシャッターを切る前に消えていった。今俺が見た笑顔、いつかそいつに向かって本当にシャッターを切ってみたいもんだな。よし。お、この一帯って想像してたよりもずっと綺麗な場所だな。あ、それだけ？先に進もうとしたが、そこには通れないようにビニールロープが張ってある。なんだこりゃ。この先でクマが出たから通行止めだって。ちょっと残念だけど、この場合は引き返すしかないか。しかし本当に出るんだな。さすが知床って感じだぜ。まあ一応取っていこうか。よし、戻ろう。じゃあカムイワッカに行きましょう。ここを左。砂利道かな。ちょっと道が悪いね。結構登るな。おお。あ、着きましたね。未舗装の悪路を延々と走ってようやく着いたのがここだ。北海道で温泉といえば確実に名前が上がってくるという場所。その名もカムイワッカの湯の滝だ。ちなみにあまりに有名になってしまった弊害なのか、夏の観光シーズン中は自家用車では来られないらしい。そうなんだ。ダート10キロはちょいきつかったけど、ここはどうしてもバイクで行きたかったんだ。いい場所とかすごい場所ほど自分の力で走ってきたっていう実感が嬉しいからな。ほんと夏休み前でよかったぜ。うわ、広っ。カムイワッカすごい広い。ここが入り口だな。さーて、それじゃ噂のカムイワッカをこの目で確かめさせてもらうぜ。すごいな。おっと、こりゃいきなりだな。岩の上を流れる川っていうか、これはどっちかといえば滝だな。結構手強そうな予感だぜ。足元に注意しないと危なそうだ。滑る足元に注意しながら登っていくと、目の前に滝壺が現れた。試しに水を触ってみると少し暖かくて、この滝が温泉なんだとわかる。あー、すごいな、それは。流れる川と滝が本当に温泉なんだ。こりゃスケールが大きいぞ。まったく北海道ってすごいよ。ここはまだぬるいな。ってことは上に行くほどいい湯だってわけだ。んじゃ、気合い入れて登りますか。少し登るとまた滝壺があったが、入るにはまだぬるいようだ。さらに上を目指すべし。うおー、まだまだ続くんだ。予想を完全に上回ってるぞ。相変わらず足元は滑るし、俺のブーツやちょっとばかしきついな。まだ半分だもんな。道のりはさらに険しくなっていく。川は狭くなったり広くなったりと変化に飛んでいる上に、場所によって岩がゴロゴロしている。おまけに川のブーツで水の中を歩くわけにはいかず、俺は流れを避けつつ登らなくてはならない。本当はこういう沢登りのような行軍は水の中を歩いてしまった方が安全な場合が多いのだ。沢釣りの愛好家たちはわらじを好んで愛用するという。そして水の中を歩いて登っていくのだそうだ。沢登りもな、ちょっと趣味としてやってみたいなって思ったことあったんだよな。ひょっとした絶壁に到着した。水からは湯気が上がっているが、手を入れてみるとまだぬるい。もっと上だな。まだ上がるか。うわー、また絶壁だぜ。しかも今回はさらに厄介そうだ。ここも湯船にはなってるんだけど、まだ少しぬるいしな。さて、どうしたもんかな。万が一登っていて落ちたら、物が温泉だけにカメラ一式お釈迦確定だろうな。いや、それ以前にちょっと生命の危険を感じるぞ。冗談でなく、ここから上に行くとなるとそれなりのリスクがあるのは確実だった。崖は角度が急で、岩肌は水に濡れて滑りやすそうだ。落ちるときに素直に滝壺にはまれば怪我は少ないだろうが、代わりに装備はパーになるだろう。幸いにしてここの湯船には誰も入っていないが、もし誰かが入っていたら落石で怪我をさせてしまう危険もある。さて、どうするか。もう上がるしかないでしょうね。よし、俺は意を決して登っていくことにした。勾配のきつい崖だけにどうしても怖くて姿勢が低くなりがちなのだが、俺は勇気を出して姿勢を起こす。場合にもよるが、こういう急斜面を登る場合は恐れずに体を起こす方がいい場合が多い。斜面に体全体を近づける姿勢は、足にかかる荷重が斜面に対して平行になってしまい、結果的に滑りやすいのだ。俺は子供の頃に散々痛い思いをして、そのことを体で覚えてきた。そんな経験が今まさに役に立っているというわけだ。ついでに言えば、山登りの基本である三点指示も忘れてはいけない。両手両足の4つのうち常に3つで体を支えながら、残った1つだけで次の手がかりか足がかりを探すのだ。そういう基本を知らずに冒険ごっこをするには、ここは危険な場所だと俺は思うのだった。はい、よし、ようやく登りきったぜ。さすがにちょいとハードだったな。俺は後ろを振り返りながら息をついた。よし。おお、登り始めて20分ほど経つだろうか。流れはいよいよ狭くなり、湯気がたくさん上がっている。この行軍ももうすぐ終わるのではないかと予感がした。はい、おお、着いた。出た、これこそ俺が求めてた温泉だぜ。ここから先はさすがに俺でも登れそうにない絶壁だ。だけどそれ以前に目の前の湯船は最高のロケーションだった。湯煙を上げる滝が流れ、そこの岩盤がくり抜かれて湯船になっている。おお、湯の色は不思議な緑をしていた。他では見たことのない何とも言えない色だ。真ん中あたりはかなりの深さがありそうだな。温度もちょうどいいし、それじゃいよいよ入るとするか。うおー、まったくご機嫌だぜ。湯加減もいいし、おまけにこんないい場所を独り占めだもんな。苦労して登った甲斐があるってもんだ。俺は鼻歌マディに一人ではしゃいでしまう。露天風呂は数あれど、ここまでダイナミックでおまけに自然のままの場所なんて他にはないのではないか。そんな思いが気分を盛り上げる。もう出るの嫌になるくらいいい場所だぜ。このままずっと入ってたいよな。のんびりしているとなんだか少し目にしみる感じがしてきた。俺は不思議に思ってふとお湯を舐めてみた。うわ、酸っぱ。なんだこの温泉は。硫黄の成分か酸が強いのか。どうりで目にしみると思ったよ。これだけ成分がきついとむちゃくちゃ効能が高いか体に悪いかのどっちかじゃないか。どっちだろうな。俺はしばらく悩んでみたが答えは出なかった。まあいいさ、後で自分の体が証明してくれるだろう。さ、そろそろ上がるかな。帰りもハードな道のりだから体力を温存しとかないと。じゃあまずひとまず戻りましょう。ああ、戻ってきた。さて、キャンプしてもいいけど明日日曜だからな。知床峠まで戻ってもいいけど、難しいな。戻れるような気がしないもんなんで、キャンプウトロか。いや、知床峠ちょっと行ってみようかな。行く。ちょっと足りないかな。ここでキャンプすることはできないだろうしな。ここがヒアリか。ここもヒアリかな。ギリギリだな。お、あったあった。いや、知床峠もあれだ、観光地というか休憩所だ、これだと。そっか。バイクを止めて俺は背伸びを一つ。ちょい休憩。知床峠は実に気分のいい道が続く。道路の正式名は知床横断道路のはずだけど、バイク乗りにしてみりゃ峠はあくまでも峠だ。力説することじゃないかもしれないけどさ、それは置いといて。知床峠はその名の通り、知床国立公園を横断している峠で、晴れていれば眼下に国後島が見えるらしい。俺もそれを期待してたのだけど、今回は当てが外れたらしい。海のある方は雲に覆われていて、とてもじゃないがしばらくは晴れそうにない。残念なら記事のネタには最適なんだけど。あ、全然なんかあれだ、何にもないや。国後が無理ならせめて羅臼岳でもと思ったのに、それもこの雲じゃ全然見えない。羅臼岳は知床連山の中でも特に見栄えのする山だと聞いている。晴れていればの話だが、これじゃ全然記事にならないぜ。ついてないな。まあほんとただ寄っただけだね。じゃあ戻ってキャンプするけど、どこだろうな。多分ウトロまで戻されそうだな。あ、羅臼。へえ、いいね。どうにかこうにか3週目も終わる。明日は機材のメンテナンスとデータの整理をする予定だ。今のとこそれら旅の相棒たちにはトラブルはない。結構過酷な条件で使っているんだが、来週はいよいよ最後の週だ。どうにか連載中止にならずにここまで続けてきたけど、新興店の入選を狙うにはこの企画にはまだ足りないものがある。受け狙いに特化するつもりはないけど、俺にしか伝えられない何か、それをまだ見つけていない気がする。それが何かが分かっていれば苦労はないんだけど、俺はまだ悩んでいる。俺にしか見つけられないもの、俺だけが感じられて手に入れるもの、俺だけが伝えられる何か。それが親父の残した言葉、お前が笑顔でいられる場所なんじゃないかって思うんだけど、それが何でどこにあるのか見つけたいのにな。テントを揺らして風が吹き抜けた。俺の問いかけはまるで風がどこへ向かうのか聞いているみたいだ。あまりにも意味のつかめない質問を言葉を持たぬ相手に投げかけているみたいに。それは漠然として、でもどこかで憧れている。どこか釈然としないのに、不思議と今の状態を嫌だと思わない自分。俺は風のように自由でいたいのか、それとも風がたどり着く場所、その旅の終わる場所を求めているのか、どっちなんだろうな。まずはね、でも記事を書こう。今日どうしようっすかね。カムイワッカだろうな。でもカムイワッカ以外のネタが弱いな。まあカムイワッカでしょ。行きましょう。北海道で温泉といえば確実に名前が上がってくるという場所。その名もカムイワッカの湯の滝だ。はい。ここは流れる川がそのまま温泉だという珍しい場所なのだが、問題の温泉へのアプローチはかなり手応えがある。川沿いに山を登るのだけど、ルートは狭くまた滑る。おまけに途中には絶壁といっても過言じゃない難所が2つある。一番上の湯船を目指すなら相応の覚悟が必要だと言っておこう。なんか思ったよりなんだ文章が弱かったな。じゃあ絶壁か。なんか微妙だな。インターネット。メールが2件。もじゃこ、プリーズ。私もこの夏に北海道を一周しようと考えてます。バイクじゃなく車ですが、それでもかなりの距離を走らなくてはいけないですよね。あと私は友達と2人で行くつもりですが、女性2人で旅しても大丈夫ですよね。良きアドバイスをお願いします。大丈夫じゃないですかね。提案。進行点、これおやっさんじゃないですかね。多分ね。進行点も残すところあと1週間となったが、相変わらず思うままに走っているようだな。元気なのは何よりだが、勝負をかけるにはもう少し現地の突っ込んだネタが欲しかろう。そこで提案を一つ。然別湖の湖畔で川歩きを取材してこい。然別湖。結構遠いんじゃないかな。外から見る自然もいいが、たまにはその内面を覗いてみるのも大事だぞ。自然は生き物だ。たまには外からではなく内面に目を向けてみるといい。そこで某の嗅覚が何を嗅ぎ出してくるか、楽しみにしているぞ。然別湖ね。3件。行ってきました、北海道。北海道へバイクで一人旅をしてきました。初めてのバイクの一人旅で緊張していましたが、このサイトでいろいろ見てから行ったので失敗もなく楽しいことばかりでした。このサイトを知ってよかったです。ありがとうございました。いえいえ。こんばんは。一通り見ました。勝手ながら親近感が湧きました。探してたページにやっと出会えたって感じです。最高ですね、ここのホームページ。ありがとう。5位ね。まあ、しょうがないか。はい、今日もね、旅をしてきましたね、知床。カムイワッカがね、結構すごかったですけどね。まあ明日はちょっとね、機材の整備をするんで、それではまた明日もどうぞお付き合いください。今日がいい日でありますように。ピヌさんでした。